チャッキオー王子の怖い話、えー、ご見解ですかチャッキオーチです。えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。おやすみなさい。いってらっしゃい。えー、今日はとっておきの怖い話をお届けしたいと思います。タイトルは、虫取りというお話でございます。えー、これは昭和の終わり、えー、そうですね。えー、弟がまだ小学5年生の時の話なんですけどね。 夏休みのこと、弟にはあるルーティーンがありまして、えー、前の場合にですね、えー、国道をちょっと自転車で行って、月、え、あ、ー、たりの踏切を、えー、左に曲がったところに無人駅があるんですけども、そこをまた越えたところにね、渋跡があって、そこの山があるんですね。えー、そこの山が実はですね、 カブドムシとかクワガタの山は、と言いますかね、穴場大使でございましてですね。そこに、ストッキングに蜂蜜をつけたバナナを入れて、吊るしとくんですよ。そして、翌朝、早朝、秋方ですね。うん。明るくなってから、それを、えー、虫がたかってるのを取りに行くというのがね、毎、まあ、朝のルーティンになってました、夏休みの。その朝は、ちょっと霧がありましてね、 まあ、それでも夏ということなんで、6時頃の明るくて、弟は自転車を飛ばして、国道を入り、そして、突き当たりの、え踏切を左に曲がり、無人駅に差し掛かったところで、ちょっと、ブレーキをしちゃったんですね。っていうのも、男性が座り込んでるんですよ。いや、これちょっと不気味ですよね。え,ーえーなんでこんなところで、 こんな時間におっちゃんが座り込んでる。まあ僕たちの、まあ小学5年生やったら、年の頃親父ぐらいの年でしたからね。なんかね、腰抜かしたようにね、一点を見つめて座り込んでるんですよ。で、弟も、不気味ながらそのおじさんが、目を上げてる視線の先をたどるんですよ。するとそれはですね、 無人駅の上を見てるんですね。弟も何気なくふっとこう、無人駅の上を見ると、なんと、下半身から下がない、上半身だけの男性が、内臓をブラブラさせながら、ゆーらゆーら空中に浮かんでいたそうです。弟は、うぅーっ と、厳し返しましてね、自転車で家に速攻帰変えてきました。そして、まあ、置きたての僕とか、母とか、父にですね、いや、すごいお化け見た、お化け見たって言ったんですけどね、まあ、信じるわけもなかったんですけども、その日の夕刊に、まあ、その無人駅で、あの、自死されたというね、えー、ニュースはちゃんと載ってました。えー、弟にとってはトラウマになって、以降、 あの、そこに、えー、虫取りに行くというルーティンはなくなったということです。はい。えー、ということで、虫取りという話でございました。チャッキョウでした。